はい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 、どうも楽しみシーバーの時間ですよ、ということでもう大暇大会開催中なので、自分でも作って食べるぞと、そういう風にしました。今日はもうヨットちゃんいきますよ。前田先生もドバンといきますよ。さあ行きましょう。今日はね、目玉焼きいきます。目玉作戦でございます。3目玉です。3目玉で目玉作戦でございます。これまず避けます。まず避けます。この蓋のところを上手に使ってください。で、ポテトサラダもいってます。さあ行きましょう。ああね、で今日はね、コアップガラナ、コアップガラナのポスター、もう僕ぐらいになるともう慣れっこなんで、この斧のやつでスポンといきます。スポンといっちゃいます。でも皆さんは慣れてないんで一発ではいけないでしょうね。僕はもう一発です。このような形で、このような形でもう一発、このような形でもう大体一発でいっちゃうんで、もうそうなんです。絶好調です。さあ言いましょう。フォアップガラナ非常に美味しいですよ。いい香り。あ、一カッパ一カッパ一カッパいいです。ああ最高。落ちたら落ちないかなと。こっちだな。最高です。最高。え、なんかダジャレみたいになっちゃった。そういうつもりじゃないんです。不思議なもんでね、このポテトサラダと焼きそばが一緒に食べると合うわけよ。焼きそばじゃん、焼きそばを。うん、キャベツが美味しいな。うん、キャベツが美味しいんだよ。ほんと最高は。そしてあー、ちょっと脂め。あー、いいね。こうなんですね。あっ、こう。いいね、やっぱいいね。いいよ。ほんと不思議。ほんと意味が分かんない。全然意味が分かんないです。ポテトサラダと焼きそば一緒に食べると合うんです。意味不明です。やってみてください。うん、T シャツ購入すると。ポテサラトッピング永久無料でございます。めちゃめちゃお得です。食べちゃうよ。そのまま。もよとちゃんとくか。卵には目玉にはね、もよとちゃんちょっとずつこうね、ちょっとずつ。もうこれ間違いないですか。で、前田先生。お願いします。あ、出す。あ、出す。いや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 。もうやばい。あ、いいっす。あ、いいっす。いやー、やっぱこれ来るね。染み渡る。染み渡っちゃいます。うん、うん、たまんない。待って、もうヨットちゃんかけてね、食べるとさらに美味しいですから、目玉焼きも。
もうそろそろ誰か出してくださるでしょね。遅すぎましたし、途中までは良かったんですよ。途中までは出だしは好調だったんです。出だしはで失速しちゃいました。残念ながら。これ切れ目なくねできるようにしないと。やっぱ平日昼は海外の方ばっかなんだよな。なんとかねここ生きた時間にしないと。うん、おいしい。うん、最高だ。ポテサラ前野先生、もうヨットちゃん、ここら辺やばい。もう一回いこう。口の中に入ってたもうヨットちゃんのこの残りの感じだけでいったんで、ああ今今今さらにさらにいいです。これです、こういうことです。こんな焼きそばポテトサラダと混ぜて食べる焼きそばあるかな。どうなんだろう、僕は見たことないけどあるかもね。うんうん、やばいわやばいわ。からこれはいいわ。ソースちょっとかけてもいいけどね。今日はなし。もうずっと3名のバイクもいいな。ここで混ぜてくるぞ。あ、しまった。本当はホワイトペッパーはモヨットちゃんかける前に行こうと思ったら忘れてた。まあいいか今日は。いやいやいや、ほらもう満足度。うわすごいいい香りホワイトペッパー。うん、やっぱ合う。ごめんだけど、ごめんだけどホワイトペッパーほんと合うわ。天才だね、天才。俺は天才、間違いないです。めちゃめちゃお腹いっぱいなんだ。結構ね満足度高いんですよ本当に。見た目以上に噛まないといけないからだと思うんだな。その焼きそばの普通のイメージの蒸し麺よりもこっちの天才からひぐ麺の方が噛まっていたんだろうな。満足度は高いです、きっとよ。お前全然違うじゃねえか、このバカ野郎って。返金しろとかいう話になっちゃってまた困っちゃうから、ね、この間みたいにねえ、失敗じゃないかって。いや、それはそんだけかけたらそうなりますよって話だ。ということで今日は天才焼きそばの並盛り目玉焼き3、もよっとちゃん、まゆ先生、今日とても美味しかったです。お疲れ様でした。
頑張っちゃうと。